仙台長崎ともにここまでチームの成熟を模索する中で、今日は完成形の道しるべとするゲームです。お互いにとって大きな意味を持つ第7節です。ここからなかなかスピードを上げません。スタメンに入っている松下、利き足左、中受けてターンしてシュートいけるか、右に流して松下シュート、もう一度押し込もうとしましたが、松下にはこれぐらい時間与えるとね、いいボール蹴れますから、そうなった時のこのディフェンスラインの処理ですよね。長崎はちょっと軽率だったなと思います。ここ最後マセがシュートに行きましたが、畑のシュートストップ、もう一度チャンスがありましたが、低いボール入れて増山ボールを抑える、中を見る、ニアサイドはエベルトン、桑崎ヘディングファンマー、制空権を握ってヘディングファンマー。さあ前半の39分、高いボールヘディングすらせて押し込むか、最後はもう一回コーナーキックになりました。仕掛けてカットイン、カットイン、いい対応でした。ボールを取ります。マセから今度は山田、体を入れて回帰、その前にファールです。中に入って秋山、ボールを持って時間がかかりました。ここでいいところで木田、木田前を向いてシュート、ブロック回帰、ここも立ちはだかります。小出です。これが中途半端か、エベルトン中、シンプルに中、山田海家との空中戦、データが全く同じの中での相対している仙台と長崎の両者の一戦、前半0対0、足がかかりました。あ、カードが提示されました。まあそれほど相手にとってはというその声援を受ける中、木田がボールを受けて振ってきた、キーパー正面、まあ、米田も木田と以前チーム前を見ます、はい、長いパス、これこぼれに反応、左足、う中山、でもああいうアクションがあった時に熊本戦で2ゴールを上げている宮城、いいボールが入ってくる、ヘディング、くしびきの頭に合わせていきました、ピンポイントで行きました。40がどういう、はい、間を蹴る、はい、縦に入る、フリックしてシュートだー、はい、エベルトンのシュート、そのホヨンジュンを投入してきました仙台、こぼれこぼれ拾って米田マイナス、ここに笠井柳のシュート、そしてあっとポスト、長崎は現在連勝中、間で阿部、阿部、阿部切り返す、フリーになっている、曲がりますからね、シュートいく、カイオセザール前が空いていました、まあ、ディフェンスラインから中盤につけるボールを、ね、狙われてのカウンター食らいましたけど、やっぱり中が閉じたら外を起点にね